ちょっとマジトーンになってしまいますが、証拠なく、テレパシーでってだけで、メダリストの親が違法なお薬をしているとルフするのやめなよ。仮にですよ、仮に、本当であれば、家族や親類が更生施設に連れて行くべきだし。親族が動かないならば、警察に行って、一発目なら弁当付きになるだろうし、施設に突っ込んでもらった方がいいよ。片手間みたいな感じで配信で適当に言う内容ではない。 それに、お父さんはどうも専門職的な感じで、研究をしたり、講習をしたりすることもあるようです。しかも、そのメダリストの年齢的にも、パークへの送り迎えが必要です。弟もスケートをしているみたいなので、買いに行ったり、そんなことをやっている時間はあまりないように思えます。これは状況から判断してですよ。仮にやって、少しでも残った状態で、冬場に送り迎えなんてしたら、 ででスリップししてアウトでしょこの情報は本当だよ、本当だよっていうなら、配信で暴露するんじゃなく、助けになることをやってやれよって、私は思います。仮に本当だったら、精神的な負荷になるだろうし、世論もあるだろうから、年齢的に圧力から成績が低下するかもですよね。ちょっとひどいなと思います。